って言いながらカメラを回してますけど、おいおいおいとはよくあるし、あれ10時半からが禁止らしいですね。ってことなんで、今の時間はまだいいみたいで、ちょっと多少回しながらね、あかんまりないところはね、撮れないと思うんですけど。いやー、すごいなぁ。ここからどんどんまだお客さん増えてくるでしょうからね。よいしょ。わかりやすいですね。本土、かっこ舞台で、どこに行きたいか、韓国客の皆さんがどこに行きたいかよく分かってらっしゃいますね。体内巡りはできないですね、今。なんだっすか、体内巡りって。こういう場合、逆に英語の方を見た方がわかりやすいですがね。テンポラリークロスロな、クロスロな、体内巡り、あかんか。体内巡りしか書いてなかった。なんなんやろ。わからんな。いや、多分、めちゃくちゃ有名なはずなんですけどね。私はあんまりそういうの調べずに来てますからね。まあ何せ、降りて駅名見て、あ、清水ってなってるって言って清水来てるぐらいですからね。30だと。でかいですね。すごいなぁ。あれですね、入場券もなんかしおりにできそうだ。本当にしおりに使えそうなあれですね、サイズも。なんかよくある入場券とはちょっとなんか違って、富裕ですよね。清水寺って感じですね。だって清水寺ですからね。これは思ったよりテンション上がってきたな。ちゃんと、あ、取水やってますね。あれなんですね、別に撮影禁止じゃなかったんですね、ここ。そういえば飲食禁止とか書いてありましたけど、わー、しかし高い。うわー、高い。ちょっと高いところ苦手な人にはペコ渡しですけど、まあまあスリルな高さですよ、これ。すごいな。のことかもね、ちょっと西日が強くて見えてるかな。あー、すごいな。はいはいはい、ありがとうございました。これですか、一方通行か。こっちか、本堂か。そっかそっか。おー、すごい。やっぱ景色いいですね。ちょっと前の方がいいかな。こういう時背が高いと便利ですね。こうやって上伸ばしたらこれで上手さんと取れますからね。いやー、今ちょっと工事中ですからね。ですよね。高いな、すごいな。いやー、でも本当景色すごいわ。いやー、あー、すごいな。あ、バリアフリーに書いてあるんだ。すごい。工場すごいな。倉島くんだやもんな。すごいな。もうまだ紅葉になってないんだな。そうそう。そういえばそうなんだな。あ、でもちょっと赤くなってきてるか。まだ早かったんだな。すごいな。お、シダ植物もある。シシガシラか。あ、シシガシラじゃねえや。わらびかな。いっぱい生えてますね。さあ、小屋子の塔、こういう風に書いてあると分かりやすいですね。小屋子の塔、イージー、チャイルドバースパゴーダってなっとったら、いや、ね、あの安産とかそういうね、あれなんだろうなって、英語のやつを見ると分かりやすいっていうね。意外とこういった観光地来た時にやる方法ですけどね。どうしてか挙動が一望できます。一望できます。一望できますって言われたら行きたくなるよな。今日も寄り道が過ぎてきてるぞ。わあ、すごい。おっとっとっと。あ、こりゃすごいわ。これあれか。朝だで、あれですね、朝なんで、多分日差しがちょうどこっち向かい側から差すから綺麗に撮れるな。これだって、夕方やったら多分逆光になっちゃうもんな。これは朝来た方がいいわ。うちにも明かりが見えとった方がどうか。
すごいわ。すごいな。ああ、綺麗。ああ、すごい。なんか雲も、かっこよかった。すごい綺麗。すごい。ちょっと上がるだけちょっとこういう風になってきとるな。いいな、いいな、いいな。これまた紅葉とのグラデーションの気持ちだっていいじゃないですか。これはこれでまた季節感があっていいじゃないですかね。いやー、これいいじゃん。思いけず、多分本来 YouTube でこういうのやらないといけないですよね。これをちゃんとしたカメラで撮れた話なんですけどね。まあまあまあ、カメラに関してはね。よいしょよいしょ。いや、いい景色でしたね。いや、ありがたいものを見れました。そこはお参りが。して持ち帰りください。ろうそくってどこに、ああそこが売店に売っとったんかな。こっちが本来の道みたいですけどね。スロープの方から行こう。よいしょよいしょ。カメラ回しとくとね、吸い取る方がいいですしね。こういうので綺麗ですよね。真っ赤っかになっとるっていうのがあれですけど、逆にすごくね、そういうのが短いです。こういうグラデーションが面白いですね。でもグラデーションがかかるというよりは赤と緑って見事に分かれてるな。同じ枝から出とんのにな。面白いもんですね。甘酒ね。今の時間だったらまだ飲んでも大丈夫かな。8時間ければ大丈夫ですもんね。この後何して帰って9時半10時くらいに帰る予定ですからね。わあ、綺麗綺麗綺麗。わあ、すごい綺麗。いいですね。あ、これ考えたな。イラストで分かりやすいですね。2種類だけやし、分かりやすいな。バーナブルね。ただこれバーナブルだと気をつけないといけないのが、国によっては瓶とか缶をバーナブルにしちゃうところもあるらしいですからね。地域とかによっては。日本ではないですけどね。そうそうそう。逆にプラスチックを燃やしていいのかどうかっていうのもね、地域によって違ったりしますからね。まあまあ、大体、分かればこの手のところのはね。で、蓋しとくってないな。そうかそうか。あれはちょっと四日市市のちょっと公共のゴミ箱にもね、導入してもいいかもしれませんね。まあ今ちょっとコロナ対策とか言われるかもしれませんけどね、長期的に見たらあれはありなんじゃないかな。カラスとかのね、鳥のね、荒らす被害がまあまあひどいですからね。これはさあ、なんて読むのだ。あぐる母豊か。読めない。これ、多分有名なんでしょうね。あ、書いてあったよかった。アテルイ。これでアテルイというんや。は、ジョセフのそれに。8世紀末から。700年。これで、道具のモレ。モレって言うんだ、これで。はぁ、あ。あ、そう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 。で、これがもともとレイっていう字なんですよね。今は、下が、豊かな方が訳されますけど、そう。まさに、この辺に、レイというのは豊かにするということなんですね。心を豊かにするものであるというね。今いいこと言った、俺。いや、やっぱ京都に来るといい、ね、いいこと言っちゃいますね。いやー、普段どうでもいいことばっかり言ってますからね。でも今後はちょっと、サブチャンネルの方ではちゃんとやりますよ。それっぽいことを。ちょっとわーっとね、前は
スマホでパッと撮って喋ってましたけど、多少資料を用意してね、やろうと思ったらね、まあまあ資料用意するのがしんどくてね、そうそうそう。あれ、ここは、あ、郵便局の、フレームキット売ってんだ。その横でヤマト。いや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 、因縁を感じますね、ここに。しかし、ヤマトさんもここまで登ってくるのが大変だよな。あ、こんなところに、ちょっと、お茶休みができるところがあるんやな。何これ、中牧茶屋さん。ああ、わらび餅と。はい。まあいい、まあまあいい、いい値段出しますけど。まあまあまあ、そう、京都ですからね。で、ちょっと、元来た道を戻るような感じで、ちょっと気になっとった店、寄ってきましょうか。